環境や教育、人口減少など地域に山積するさまざまな課題。そうした課題に真正面から向き合う人たちがいます。豊かな社会をどう実現していくか、明日へとつなぐ未来をつくる力。地球温暖化対策として SDGs への取り組みが進む中、私たちの生活に欠かせないあるものが改めて注目を集めています。こちらは段ボールの原資となっております。段ボールというのは、リサイクル率 95% 以上を、保ってまして、非常に、環境に優しい、商品かなと。高いリサイクル率を誇る段ボール、材料に回収した段ボールが再利用されているためです。天童市の出羽式製作所では、農作物や精密機器を入れるものまで年間およそ1000万平米の段ボール製品を製造。また環境への配慮はリサイクルだけではありません。表の紙と裏の紙と中にあるこのうねうねの部分が中芯、緩衝材になります。全部段ボールの方で設計して、やはり今環境に配慮した脱プラという項目があると思うんですが、まあ、SDGs に意識して力を入れてからそれに取り組んできたという形です。段ボールに入れる製品は一般的に発泡スチロールなどで固定しますが、こちらでは緩衝材もすべて段ボールにすることで脱プラスチック化を図っています。段ボールは緩衝性と高い強度に優れた梱包材、そしてその特性を生かしたこんな製品もあります。段ボールでできている非常用のトイレですね。トイレ、こちらの中にあとはビニールを入れて洗浄液を入れてご使用する形ですね。私自身入社してから段ボールというものを詳しく知ることができたんですが、ここまで自由度の高い素材だということに気づいていませんでした。そういった思いを皆さん一緒だと思うので、段ボールこういったことにこういったことに使えますよということをますます皆さんに広められたらなと。出羽式製作所ではトイレの他にも災害時用のベッドも製作。今年7月には天童市と災害協定を結んでいます。リサイクル率が高いためコストも安く済み、さまざまな用途に使える段ボール。当社では段ボールで地球とみんなをハッピーにという目標を掲げております。段ボールは何でも生まれ変われる可能性を秘めているものであると。今後も SDGs の目標をもとにさまざまな製品を作っていきたいと思っております。